Great. Hey guys, welcome back to this game. We like to go back as a go-home member. I mean, we're done with everybody there. とにかく、ああいうことはもうやめてくれ。なんで？面白かったでしょ？リゴシップもされまくってたし、フォロワーも喜んでたよ。必要以上に学士を刺激するなってこった。でも効果あったでしょ？部長まで。分かったよ。もうしない。ごめんなさい。Well, yeah, he basically, one of the musicians who actually was giving us a chance and actually told us what things are, and you basically embarrassed him? I've been pissed! さあ、この話はもうおしまい。先のこと考えましょう。考えるも何も、待ち伏せが失敗しちまった以上、イケピーの言ってた工事現場に行くしかねえだろう。大丈夫ですか、ショウゴ先輩。仕方ねえ。行こう。ん？部長も戻ってきたし、工事現場に出発しちゃって。Oh, you wanna talk? ち、君たちか。どうした、ウイージ？なんかあった？田所がゴシッパーのアカウントを削除したのは予想してたが、唯一の手がかりが消えたのは痛いな。例の掲示板にも目新しい情報はなし。このままじゃ奴を探そうにも動きようがない。まったく、あの時君が止めなければな。だいぶ怒ってるみたいだね。私たちやっぱり余計なことしちゃったのかな。今はその方が良さそうだね。 Oh, shoot! 秘密の話？The secret, but do we really know it's the truth from that crazy guy? お前、ビワサカと会った時に飛び出してきたやつか。な、何しに来やがって。ユウとビワサカエイジの関係について聞きに来たんよ。エイジの弁護で無罪になったアイドル襲撃事件の被告人だって聞いたけど、それだけじゃないんでしょ？え？だったらどうなんだ。てめえらには関係ねえだろうが。エイジに居場所知らせちゃうの？まあ、話してくれないなら仕方ないか。ね、待て。分かった。話す、話す。南でひまりを殴った事件で無罪になった後、岩坂のやつに脅されたんだよ。心神喪失なって簡単に覆され、いつだって俺を刑務所にぶち込めるってな。そしてやつは、刑務所に行くのが嫌なら税理士のおっさんを殺せって命令しやがったんだ。殺せって？嘘でしょ？嘘じゃねえよ。やつはその税理士んちのババアの金を横領してたんだ。それがバレたから俺に始末させようとしたんだよ。結局無駄だったけどな。俺が家に火をつけて家族3人燃やしてやったのに、結局バレてあいつは横領で逮捕されやがった。 Yeah, but he wanted you to kill one person, not the whole entire family, you asshole. ざま見ろってんだ。信じらんない。もしかして口なしがエイジを恨んでるのもこのせいなの？
て。あんたが言ってることが本当だとしたら、現実のエイジは今刑務所の中なんでしょ。なんで今さらあんたを殺そうとするんだってば。そろそろケーキが終わるからだろうよ。え、あいつがぶち込まれたのは横領でだ。俺が逃げてんだ。税理士のおっさん一家をやったけんじゃ、まだ誰も捕まってねえだろうよ。せっかく出所しても俺が捕まってケロったら、やつどうなるや。そうか、だからあんたを今度は5年くらいじゃ済まねえだろうぜ。3人死んでんだ。死刑だよ死刑。あの野郎、ここに何年いたのか知らねえが、無所の中でもほとんどのうのうと寝てただけだろうぜ。アストラルシンドロームで。そのくせ出所するってんで俺をやろってのが。しくしゃ。ロー。死んでたまるか。People calling me, distracting me. Put chilling up. Get all sucker. Push. Okay. そのバーチャドールと一緒にいるってこと。お前も手配中の帰宅部なんだろ。頼め、俺も仲間に入れてくれ。 No。 ビワサカやあの女隠しに殺されるくらいなら、現実へ帰って警察に保護してもらった方がマシだ。ビワサカに脅されたって証言すりゃ、きっと死刑にまではならねえはずだな。いいだろ。てめえ、下手に出るやつけやがりやがって、調子くれてんじゃねえぞ。帰宅部、活動開始。全力で行く。Really? You couldn't hit him with that? 全力で行く。Set her down, butt up. どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。死んでたまるか。死んでたまるかよ。お前とエイジに殺された人たちもそう思ったでしょうよ。ミュウと一緒にみんなの願いを叶えたいって思ってたけど。Not pieces of crap like you。こいつらだけは、こいつらの願いだけは絶対に叶えちゃダメだ。ユウ。私とミュウの分も、殺された人たちの分も、思いっきりぶっ飛ばしちゃって、いっけー。 I mean, got his ass whooped by the other girl. まったく、こんな部員、ノーサンキューだってば。待ち伏せ作戦中に、ユウが偶然田所を見つけるなんてラッキーだったね。エイジと話をつけるまでこのことは他のみんなには黙っておこう。エイジの処遇はユウの判断に委ねるよ。正直私も
どうしたらいいのかわかんないけど。Yeah, but he also hated him because he was a piece of crap. Didn't he also say he hated that dude because he attacked that idol girl? Yeah, I'd rather have that murderer give what is coming to him. 深刻な顔して、二人ともどうしたんだい？エイジに話があるんだ。人には聞かれたくない話だから。こんなところに連れてきて一体何の話だ。私たち田所に会ったんだ。何？あいつはどこだ。あんたには教えられない。それより私たちに言うことはないの。やめてくれよ。あいつと何を話したのか知らないが、まさかあんな凶悪犯の言うことを信じるのか。口から出まかせに決まってるだろう。Yes, I don't care how dark it is. おいおい、僕が信じられないっていうのか。冗談だろ。殺すぞ。バカや。おとなしく騙されてりゃよかったんだよ。ほら、燃えろ。じっくりこんがり焼いた後にグダグダうるせえこと言えねえように喉首かっきってやるよ。これがこいつの本性なんだ。安心して死ね。お前の亡き後はこの俺が、あのくだらねえ部活動ごっこの部長をやってやるよ。興味本位で人の秘密に踏み込むからこうなるんだぜ。Oh, please tell me you're joking.影はしない。Wow. 手加減はしない。吐きだめにいつまでもいるものか。帰るのを邪魔してるのはお前らだろうが。何が帰宅部だ、何が仲間だ。頭におがくずでも詰まってんじゃねえのか。ポンコツドールの一体も食わせねえくせに正義の味方気取りでクズをかくまいやがって。俺はなお前らとは違うんだよ。お前らみたいな無知で無能で無価値な土底辺どもが逆らっていい存在じゃねえんだ。
ゴミダメにたかったハエの分際で俺の人生の邪魔をするな。あんな怖い醜い人間もいるんだ。Well, it is true. He's the most only wanting to go back. そういうわけだから、エイジはもう帰宅部には戻ってこないと思う。嘘でしょ。残念ながら本当。あいつが私のスマホで検索してたワードを現実のネットでいろいろ調べてみたんだ。7年前、うずめ隊って地下アイドルグループのメンバー。南でひまりって人が金属バットで襲われた。反田所は心神喪失で無罪になったけど、こん時の弁護士がやり手で有名だった若手弁護士岩坂英二。古いニュースサイトや掲示板のニュース速報すれにバッチリ名前書いてあったよ。そんなそういやそんな事件が昔騒ぎになったな。すっかり忘れてた。覚えてたところで弁護士の名前まで覚えちゃいねえだろうかな。私のせいだ。私が怖がって裁判の証言を断らなければ、あいつの顔も名前も帰宅部に入った時にすぐ。岩坂英二はその2年後別の横領事件で逮捕、起訴されて5年の実刑判決を受けてた。青年及び未成年に後見人制度を悪用した業務上横領だって。後見人制度？老人や孤児の法定後見人として財産や遺産を管理するふりして猫ばばしてたんだね。ちょうど刑期満了で出所する寸前だったってわけですか。精神はずっと楽園世界なわけですから、世界一イージーな刑務所生活ですね。他にも岩坂英二の周りでは不審死がいろいろ起きてたみたい。横領事件の被害者だった老婆の家族で、彼を告発した由美の税理士事務所の税理士とその家族が放火で3人亡くなってる。放火犯は未だ不明。孤児の財産猫ババに放火だと？それだけじゃないよ。おい、どんだけ出てくんだよ。岩坂英二の父親も法律事務所を経営してたんだけど、英二の横領が発覚する1年前に自宅の階段から転落して事故死してる。その後英二は父親の事務所を相続して自分で個人事務所を経営してた。それって怪しいよね。私の推理だけど父親に横領のことバレたんじゃないかな。時期的に横領された後見人の契約の多くがまだ父親の看板で働いていた頃のはず。実務はほとんどエイジが任されてたとしても、父親もたまに帳簿くらいは見ただろうしね。それで改ざんに気づいたとしたら。信じられない。罪を隠すために自分の家族まで。うさんくさいとは思ってたが、そこまで危ないやつだったか。今まで言ってたこと全部嘘だったのね。まんまと騙されましたね。世の中にはいるんだよ。息を吐くように嘘をついて他人を利用したり傷つけても何の罪悪感も感じない生まれつきのヤバいやつがさ。あいつ許せねえ。今度会ったら絶対ぶっ飛ばして。悪いけど私が先。許さない、絶対許さない。部員に被害が及ばなかっただけでも幸いと思うべきだな。あの手のやつは逆恨みしてくるぞ。追い出すだけで本当に大丈夫か。だといいがな。What? Oh, I just want to resolve with them. I don't want to always hate them.
Okay, guys, I'm gonna stop here. Boy, that sucks. I liked him, though, even though he was a shady bastard. I'll see you guys next time.